スの新作バッグじゃん。超かわいい。え、ああ、そうだな。ねえ、ファイリー、やばい、来る。待って、来た、天下の宝刀をおねだり攻撃。ちょっと待ってくれよ、ヨーコ。この前、タマンサタバタのポーチ買ってやったばかりだろ。この前のは誕生日プレゼントだもん。これはカーリと一緒に表参道に来た記念なの。表参道に来たの、これで3回目だけどな。俺は大学時代に付き合っていたヨーコから断るごとに高額なプレゼントをおねだりされていた。いずれも学生の自分にとって決して簡単に買えるものではなかった。それでもヨーコが喜ぶのならと必死にバイトをしてプレゼントをし続けていた。ところが、カイリー、別れよ。やっぱり私これ以上カイリーと一緒にいられない。あまりにも突然な別れ話に俺は激しく動揺した。しかしヨーコはさらに衝撃的な理由を突きつけてきたのだ。カイリは将来お金持ちになる素質がないと思うの。私ね、絶対玉の輿に乗りたいんだよね。だからこれ以上カイリとは付き合いたくない。あまりにも身勝手な言い分に俺は言葉を失ってその場に立ち尽くしてしまった。その日の夜、俺は高校時代の同級生のアルトと成田を呼び出し、やけ酒に付き合ってもらうことにした。くっそー、ビールもう一杯頼んでくれ。カイリー散々だったね。でもそんなひどい彼女、早いとこ別れられてよかったんだよ。そうそう、マンション買ってとか言われかねないぞ。さすがにそれはないだろう。今まで彼女とのデートに費やしてた時間を就活に捧げちゃえばいいんだよ。いい企業に就職して彼女を見返してやればいいんだ。そうだそうだ、逃した魚はでっかいぞってな。お前ら、おっしゃ、今日はとことん飲むぞ。そんでカラオケでオールだ。マジかよ。二人のおかげで陽子に振られたことにショックを受けている自分がバカみたいだと気づくことができた。俺はいい友達を持って本当に良かった。時は流れ、俺は30歳を迎えようとしていた。陽子に振られたことをバネに俺は就活に力を入れ、見事一流企業にプログラマーとして就職。どうやら適職だったようで、俺は会社でその力を発揮しどんどん出世していった。そして数年ぶりに昔の仲間と集まって飲むことになった。で、一人でタワーマンション住んでるんだろ。独身貴族まっしぐらじゃん。うるせえ、アルトだって今度家買うんだろ。俺はファミリータイプだよ、愛する妻と娘がいるんだから。ふんふん、成田は最近どうなんだよ。実は僕もその結婚しようかなって思ってるんだよね。マジで奥手な成田がついに。まあね、彼女の方から積極的にアピールされて推しに負けたっていうか。でも気さくでいい子なんだ。成田の嫁になるってことは次期女将ってことなんじゃないのか。うん、そういうことになるね。そうか、成田屋の次期当主の結婚相手は大変だな。どんな子なんだろう。電話だよ。噂をすれば彼女からだ。すげえタイミング。二人と飲んでるって伝えたらご一緒していいかなって言われちゃった。ということでまさかの急展開、成田の婚約者の女性が俺たちの飲み会に合流することに。だがその人物が現れた時、俺は目を疑った。はじめまして、成田さんと結婚前提にお付き合いさせていただいている陽子です。ヨーコさん、こちらは僕の高校時代からの友人で。俺、アルトって言います。よろしく。カイリです。どうも。アルトさんに、カイリさんですね。よろしくお願いしまーす。あくまで初対面を装うか。話によると、成田とヨーコは結婚相談所を介して知り合ったらしい。実家が老舗旅館の成田は、跡取りとしてそろそろ身を固めなくてはと思っていたそうだ。そこで結婚相談所に登録したところ、プロフィールを見て食いついてきたのが、陽子だった。実は、俺を大学時代に散々な目に合わせた元カノの正体が陽子だということを、成田やアルトは知らないのだ。写真は見せなかったし、名前も伏せていたから。
本当なら、こんな女やめとけって、成田に言いたい、ところなんだが。いやあ、今日はいい日だな。帰りアルトに陽子さんを紹介できて、僕は幸せだよ。成田大丈夫かよ。フラフラじゃんか。ちょっとトイレ。はいはい。俺もついていくから。陽子、どういうつもりなんだよ。どういうつもりも何も、成田さんと帰りが友達同士だなんて、知らなかったもん。成田は、お前が俺の元カノだって知らないからな。成田はいいやつだから、あいつを裏切るようなことは、するんじゃねえぞ。過去のことはもういい。成田が陽子と幸せになれるなら、俺は潔く、二人を応援しよう。そう思っていた。ところが。ねえ、カイリ。私たち、やり直さない？は？成田さんのご実家はとってもご立派よ。玉残し大成功って思ったの。でも、もし私が成田さんと結婚したら、厳しいお上修行が待ってるって言うのよ。せっかくお金持ちの家に嫁いでも、これじゃ私の理想と違うっていうか。カイリ、仕事で出世したんでしょ？今の帰りなら、私の全てを任せられるわ。今度、成田さんのご両親に挨拶に行かないといけないんだけど、その時に、私を奪いさらってほしいの。こいつ。いやー、ほんとに幸せだよ。ふわふわだよ。これ大丈夫かよ。わかったよ。そして、ご挨拶当日。陽子さんはとても元気な子ね。ああ、立派なお上になってくれそうだな。ありがとうございます。約束ではもうそろそろ、帰りが乱入してくるはず。では、陽子さん。息子と成田屋のことを、お願いできるかしら？はい。その結婚、待った！帰り、どうしてここに？俺はこの二人の結婚を認めるわけにはいかない！何が何でも助け出すぞ！ごめんなさい。私、成田さんとは結婚できません。私、この人のことが忘れられなくて。はぁ、何言ってんだ？俺が助け出すのはお前じゃなくて、大切な友人の成田だぞ。そういうこと。アルトまで、一体どういうことなんだ？そんな、カイリがこっそり掴んでいた決定的な証拠、お披露目しちゃいましょうか。オッケー、やっちゃうよ。成田さんのご実家はとってもご立派よ。でも、もし私が成田さんと結婚したら、厳しいお上修行が。今の帰りなら、私の全てを任せられるわ。成田さんのご両親に挨拶に。私を奪いさらってほしいの。嘘！成田、残念だが、これが事実だ。陽子は、成田や旅館のことなんて、何とも思ってない。金目当てでお前に近づいただけなんだ。知ってしまったからには放っておけないな。親友として。後悔よー！こんな音声データ切り貼りすれば簡単に立ち上げられるわ。私をはめようとしてるのよ。成田さん、信じてくれるわよね。陽子さん、知り合って間もない君と親友のどっちを信じるか、言わなくてもわかるよね。仮に彼らが嘘をついていたとしても、君はさっき自分で言ったじゃないか。私、成田さんとは結婚できませんって。うちに嫁いだら厳しいお上修行が待ってるんですものね。まあ、この様子じゃきっと耐えられないだろうよ。どうぞお引き取りくださいませ。二度とお越しいただかなくて結構です。なんなのよ。こうして成田と陽子の婚約を解消させることができたのだった。成田のご両親の計らいで、その後旅館の和室を貸し切り、男同士で宴会をすることになった。今度は成田の焼け酒に俺が付き合う番だ。お互いの女運のなさを笑い飛ばし、友情を深めようと思う。俺たちの友情に乾杯！大人。
は楽しいぞ。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。いやー、成田くんギリギリのところで友情パワーのおかげで踏みとどまれて本当に良かったですね。皆さんもよろしければコメント欄にいろいろご感想をお寄せいただけますと幸いです。では改めましてありがとうございました。最後にほんの少しだけソプラノ漫画からお願いがあります。ソプラノ漫画はいつも視聴していただいている皆さんのおかげで成り立っています。制作チームもファンの皆様に楽しんでいただきたいと心から願っております。ファンの方があの時から私は見ていたと言えるようにソプラノ漫画は進化していきますので、高評価ボタンやチャンネル登録していただけますと今後の励みになります。よろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。